おお、準備は順調のようだな。ここに防衛の壁を展開できれば、我らドマも孝子の憂いなくアラミゴに援軍を送れるというもの。よし、皆の者聞いてくれ。これより青龍壁の起動実験を開始する。1番機起動確認。防御フィールド展開を開始しました。2番から8番までの各機からも同様の反応あり。1000、2000、3000、防御フィールド順調に展開を続けています。4000、5000、やりました。目標高度5000ヤルムを達成。青龍壁展開完了。待って、帝国の小型艇？いや、むしろ都合が良い。我らが青龍壁の効果を確かめられるというもの。どうやら効果は抜群のようだな。青龍壁を一時解除。落ち着け娘。この少年は昏睡しているだけ。死したわけではない。そんな、それってサンクレットたちと同じ。原因も分からず手の施しようがないのでな。ドマへ送り返さんとしたところで、その国主と出会おうとは。何よりウヌと再会するとは何の因果か。久しいな、冒険者。いや、エオルゼアの英雄、光の戦士と呼ぶべきか。そう、我はかつて漆黒の王老と呼ばれた者、ガイウス・ヴァン・バエサル。ここで剣を交える気はない。第14軍団の軍団長はあの時死んだのだ。
今や階級はおろか国すら持たぬ一人の男。その元軍団長がどうして？ウヌは覚えているであろう、魔道場での一件を。我はエオルゼアに平定をもたらすためアシエン・ラハブレアの還元に乗せられて、古代アラグ帝国の対蛮神兵器アルテマ・ウェポンを再生した。しかしそれも全ては奴らの真の神とやらを復活させるための策略だったのだ。その上かの兵器をもってしてもウヌに敗れた我はもはや炎上する魔道場と運命を共にする覚悟だった。だが我に忠義を尽くし死んでいった者たちに何と詫びよう。命惜しくなくともそのことが我を突き動かした。この手でアシエンどもを狩り尽くしてやろうとな。漆黒の王老はその仮面と共に死んだ。我は祖国に戻ることなく復讐者として第二の生を得たのだ。我が旧敵ラハブレアはウヌが倒し滅せられたそうだな。しかし依然としてこの世界には奴らがはびこっている。世を混沌に陥れんとする存在は排除せねばならん。これは暁の使命とも合致するのではないか。確かにアシエンを倒すことに関しては、これもかの少年が結んだ縁にし、志が同じとあらばこちらが知る情報を与えておこう。アシエンには上位の赤き仮面の者らとそれに従う下位の黒き仮面の者がいるのは知っての通り。しかし赤き仮面の者たちの中にも階級があり、オリジナルを名乗る少数の者らが天聖組なるその他の者を従えている。ウヌラ暁が始末したナプリアレスは後者の天聖組。厄介なことは確かだが、問題はより強大な力を有する3体のオリジナルだ。そのうちの1体はすでに消滅したラハブレア、残るは白き衣のエリディブス、そして未だ謎に包まれているエメトセルクだ。ラハブレアにエリディブス、報告で聞いた名だわ。でもエメトセルクは初耳よね。私たちは帝国内でアシエンが暗躍していると考えてるわ。死んだはずの皇太子ゼノスの肉体を操る存在、そいつについての情報は？我はエリディブスだと睨んでいる。調停者を名乗る奴は光と闇の均衡を保つことを役目とする。ハイデリンの使徒たるウヌの働きで増した光の力、それをそごうと帝国に力を貸しているに違いない。始末すべき筆頭核と言えよう。そしてそのエリディブスの影を追って暁の少年と辺境の属州を探っていた時のことだ。全滅した反帝国勢力の部隊に遭遇した。死因は黒バラ。過去に帝国軍が開発し、我が実戦投入を拒否して廃棄を命じた忌まわしき毒ガス兵器だ。毒ガス？じゃあそれがマキシマさんの言っていた新兵器、反帝国勢力を一夜にして壊滅させたっていう、そんなものが今度のアラミ語での戦いで使われたら。
案ずるな。少年と共に精製工場に潜入し、プラントともども現存する黒バラは全て破棄した。いずれ再建されようが、しばらく投入されることはあるまい。注目すべきは工場内で発見された命令書だ。その書類にはごく最近の日付とともに署名が記されていた。動く死体が知性の猛毒を作らせておったとは趣味の悪い話だ。だが工場で見たものはそれだけではない。そこには古代アラグ文明の技術である人造生命体の培養施設が存在した。悪趣味さで言えばそちらが上かもしれん。ずらりと並んだ培養層に入っていたのは初代ソルテーの若き姿をした人造生命体だったのだからな。黒バラや人造生命体の生成がアシエンによって進められたことなのか、それとも皇帝陛下の意志によるものなのか、我はそれを見定めねばならぬ。階級を捨てたとて我はガレアン族、祖国を憂う気持ちに一切の変わりはない。故に我は再びアシエンの影を追わねばならん。冒険者よ、打つべき共通の敵がいる以上、我らが争うのは得策ではない。私にとってはあなたは兄の窮地を救ってくれた恩人だわ。でも決めるのは私じゃない。かたじけない。かつて我は偽りの神にすがる弱き者を否定した。我もまた弱かったということ。また会おう、真に強き光の戦士よ。あれが漆黒の王老と謳われたガイウスか。ひとかどの武人であると聞いていたが、思わぬ展開になってきたものだ。ともかくアルフィノの容体も気になるところ。青竜壁の最終調整は技術者たちに任せてドマへと戻るとしよう。
備蓄されていた黒バラは失われましたが、現在新規のプラントを構築中であります。次期遠征には必ず。急がせよ。はは、黒バラか。覚えているぞ。漆黒の王老が破棄させた毒ガス兵器だったな。いいぞ、実に効率的だ。たまには私の血縁らしい選択もできるじゃないか。先天的に魔法が使えぬ我らにとって魔導技術こそが力。無駄に兵を死なせぬため、帝国と世界のため、使わぬ手はない。はいはい、実に小さい世界の話で嫌になるな。だがそういうもっともらしい理由をつけられるのは皇帝としては高評価だ。引き続き頑張りたまえよ、我が孫バリス君。それにしても毒の兵器、静かなる死をもたらすものか。あちら側で光の反乱が起きて以来、こちら側にもいい具合に影響が出始めているからな。よし、こちらはお前に任せた。大いにのびのびと戦争をしてくれ。どこへ行くつもりだ。アシエンにそれを聞くか。答えは一つだろうに。貴様らが霊災を起こすために動いていることなど百も承知だ。私はただ貴様の勝手な行動が結果としてこの国のしがらみになっていると。先の崩御、貴様の当時の肉体が死を迎えた時のことを忘れたとは言わせぬぞ。貴様が後継者を指名せずに死んだおかげでこの国は内乱状態となった。あわや崩壊の危機に陥ったのだぞ。ああ、これだから嫌だ。あれが私の不注意だとでも？あんな七面倒な退場の仕方が。では貴様。そうだ、おかげでいい感じに混乱しただろう。もともと人の世を引っかき回すために作った国なんだ。役立って何よりだよ。質問は済んだようだな。それでは私は出かけるぞ。そうだ、場合によっては根性の別れになるかもしれん。一つくらいは礼を言っておこう。この体を量産してくれて助かった。私はどの体についてもそれを自分にできるんだが、もともとそう作ってある体なら調整の手間がなくていい。アラグ帝国の生体複製技術を試したんだったか。確かにあれはなかなか滑稽で見どころのある研究だったな。
実験体にあえて国父ソルを選ぶとは、いやなかなかに歪んでいる。さすがは我が孫だ。ではな、互いにうまくやれば家族の共同作業になるぞ。お前はこの地のクイニ、私はうつろなる世界のクイニ、この星の欺瞞を共に砕こうじゃないか。二人ともありがとう。キエンも一緒に来てくれたんだね。東方地域の防備に目処がついたのでな、アラミゴへの援軍についても準備を開始しておる。ありがたい。こちらの防衛陣地についても同盟各国の協力で準備が進んでいるところだ。それと、実はアルフィノが帰ってきたんだけど。アルフィノの混沌にアシエンを狩るガイウス、それに毒ガス兵器、こんな状況じゃなければ一つ一つに驚いているところだけど。でもさ、その黒バラって牧島さんが言っていた新兵器のことだよね。ああ、そう考えていいだろう。アルフィノ殿のおかげで最悪の事態を免れたのかもしれん。単身で帝国へ向かった勇気と行動力には感服せざるを得んな。
正体不明の新兵器という情報に不安ばかりが募っていたが、その存在が毒ガスであると分かればあらかじめできることはある。至急対応策の検討に入るとしよう。それにしてもあのガイウスが生きていたとはな。アシエンと敵対しているという話も驚きだが、驚きの知らせといえばこっちにもあるんだった。進軍してきた帝国軍に停戦交渉を持ちかけたんだけど、バリス自ら会談に応じると返答があって。バリス帝か。先のドマイの和平交渉も、もともとはかの君が提言してくれたのだったな。とはいえ、ゼノスの正体がアシエンである可能性が高い以上、どの道を通ろうとも、蛇の道は蛇かもな。ああ。だがエオルゼア同盟軍としては、時間稼ぎとしても、この会談を実現したい。が。先方が交渉に応じる条件として、各国の代表に加え、暁からも出席者を求めてきているんだ。強制することはできないけど、お願いできないかな。アルフィノが出られない以上、政治が苦手だなんて言ってられないわね。わかったわ。私が暁の代表として出席する。そして帝国はエオルゼアの英雄であるあなたの出席も求めてきたの。よかった。先方にどんな意図があるのかわからないけど、こちらとしてはあなたがいてくれるだけで心強いからね。もちろん帝国が不意打ちを狙ってくることも考えて、会談の場となる国境地帯には全軍を差し向ける予定だ。各国の名士たちもすでに向かってくれている。私たちもあなたの準備ができ次第出発しましょう。エオルゼアの名士たちよ、我こそガレマール帝国第二代皇帝バリスゾス・ガルバスである。まずは聞かせてもらおうか、停戦を訴える貴公らの言い分を。それではわらはウルダハ第十七代国王ナナモウルナモよりエオルゼア都市軍事同盟の総意を伝えよう。帰国ガレマール帝国の力による支配は
一時は成功しようとも、必ずやほころびが生じることは明白。アラミゴ、ドマでの戦はその勝者であった。我らはたとえこたびの戦に敗れたとて、幾世代にもかけて自由を求め戦い続けるであろう。この終わりなき負の連鎖はここで断ち切らねばならぬ。そして我らエオルゼア諸国並びにドマ国は、おのおのが独立を保ちながらも確かな同盟関係を結んでいる。そな今こそ救援と支配欲とを捨て去り、強制の道を模索しようではないか。奇弁だな。今でこそ同盟関係にあるのやもしれんが、エオルゼアとてかつては国同士の戦争や内乱が絶えなかった。さらに言えば今なお蛮族との争いを続けておる。断言するが、国が分かたれていれば争いの種は尽きることはない。全ての民が一つ理想のもとに集わぬ限り、終わりなき負の連鎖とやらは断ち切れはせぬというものよ。お言葉だけど、帝国に支配されたアラミゴでは、族州民は自由を奪われ虐げられ、恐怖と絶望のもとで生きていた。それが帝国の掲げる理想というものなの。ドマも同じだ。支配された民は圧政に怯え、明日をも知れぬ身に皆震えていた。結果、自由を求めて戦が起こり、多大な犠牲が出ることになった。帝国のやり方は悲惨な争いを生むだけなんだ。統治者に逆らい争いを起こしたのはそちら。圧政を敷かざるを得んのも反逆者が絶えぬため。従っていれば平和は約束されていたものを。仲間を殺され、祖国を蹂躙され、全てを奪われた者たちがおとなしく従うことはない。はっ、その反逆によって出たこちらの犠牲も決して少なくはない。戦死した兵らにもそれぞれの人生があったのだ。尊い犠牲を無駄にせぬためにも歩みを止めるわけにはいかん。では私から少し話をさせていただこう。我が国イシュガルドは千年にわたってドラゴン族と戦ってきた。双方とも犠牲の山はうず高く積まれるばかり。戦はどちらかが滅びるまで続くものと思われた。しかし我々とドラゴン族は千年の禍根を乗り越え、粒子戦争を終結させ、融和の道を歩み始めたのだ。その融和とやらも竜の頭目かの邪竜を殺すことでのみ成し遂げたと聞くが。私はビジレークを語る貴様より、強大な力によって全てのものを滑ようとした先の教皇にこそ
共感を覚えるのだがな。全く話にならぬな。そもそも己の国とやらの定義は何なのだ。ガレアン族は故郷を追われた民である。先天的に魔法が使えぬ我らは領土争いに敗れ北方の寒冷地に追いやられた歴史を持つ。そこで精霊水を発見し魔導技術を得たからこそ領土を取り戻し強国へ成長することもできたが、それまでは厳しい生活の中苦渋をなめてきたのだ。我らリムサロミンサの民も同じく故郷を追われた身だ。それでも新天地を切り開いて海の都を築き上げた。だが必要以上の拡大はせぬ。不遇な境遇だからとて侵略が肯定されるわけではない。さすがは海賊、略奪が日常ゆえに忘れてしまったか。バイル・ブランド島を先住民のコボルト族から奪ったことを。もっとも蛮族を駆逐するとは良い心がけだがな。ガレアン族が故郷を取り戻すまでの数百年間でその土地に根付いた民にとってみれば我らは所詮侵略者、相互理解などという生ぬるいもので共存できようはずもない。まるで行き場がないと嘆き国への森の恵みを奪うことで精霊の心を乱すイクサル族のようです。しかしそんなイクサル族の中にも己の拠り所を見つけ充足を得た者たちもいます。ガレマール帝国にも拡大路線だけでなく民の幸福を実現する他の道があるのではないでしょうか。まさか我らが蛮族に例えられようとはな。たやすく神に救いを求めるそちらこそ世界の脅威だ。少しでも停戦の可能性があればと会談の申し出を受けたものの、このままでは埒が明かぬな。こちらとて無駄な血は流したくないのだが、やはり武力で語り合うしかないということか。待って、せっかく敵対し続けてきた者同士が会談の場を持ってたのだから、もう少し話し合いましょう。お互い戦いを望んでいないのなら、過去の火をあげつらうのでなく、停戦に向けて歩み寄るべきよ。確かに、その通りじゃ。この会談はお互いの未来に向けて話し合うはずであった。バリス殿、議論がもつれてしまった今、休憩を挟んで皆で頭を冷やしてから改めて話し合わぬか。よかろう。一服の後に建設的な話ができることを期待しているぞ。
さて、会談を再開するとしよう。本題に入る前に、まずは感謝を。先ほどはこちらの主張を述べるばかりになってしまったが、会談に応じてくれたこと、礼を伝えるべきであった。率直に言って、そちらがエオルゼア諸国の歴史や文化を深く知っていることに驚いた。対して我らは帝国の事情に通じているとは言い難い。寒冷地に追いやられたガレアン族が魔導技術を得た後、かつての故郷に戻ろうとしたのはわかる。だがその後も領土拡大を続けたのはなぜだ？わしは幼き頃より帝国式の教育を受けてきた。そこで教えられた歴史はこうだ。蛮神の脅威を知った初代ソルテは、世界を救うべくその討滅を国是に掲げた。そして全土統一に向けて動き始めたのだと。が帝国の拡大はザ・バーンの荒廃を見る以前からのもの。さらに言えば、近年の神下ろしはいずれも帝国成立後に行われている。これでは辻褄が合わん。あなたは帝国は一体何を求めているの？戦いを避けたいと言いながらも侵略を続ける真意をどうか聞かせてちょうだい。よくぞ言った。こちらも真意を語ることで、我が理想への道にエオルゼア諸国が加わるというのなら、大いに歓迎しよう。私が気づかんとする理想の世界とは、すなわち本来のあるべき世界だ。それは同時に我々人類が本来のあるべき姿に戻る道でもある。我々はそれぞれの種族に長所と短所を併せ持つ。つまり皆不完全だ。なぜか、それは資源の時代、一つの民だったものが分かたれたため。一体何の話をしているの？有史以前に世界が複数に分断されたことは知っていよう。原初世界と13の共造世界にな。この世界分断とともに我ら人類もまた分かたれたのだ。人の争いが永劫無限に終わらぬのもそれゆえだ。不完全ゆえに他者を妬み、狭き視野で正義を定め、戦い奪い合うのだ。貴公らの先の主張も同じこと。いかに聞こえがよくとも一時の解決にしかならぬ。よいか、本当の平穏のために目指すべきは世界の統合、それによって真なる人になることだ。その対岸の成就に向けて我らは突き進む。万難を排し、力を取り込んで人の明日を目指すのだ。世界の統合。暁からそのような報告はいただいてます。しかしそれは。ああ、アシエンたちの宿願と同じではないか。バリステイオ、失礼を承知で申し上げる。貴殿も
アッシエンの口車に乗せられているのではないか。我が父もまた彼らを利用するつもりでいて、結局は神おろしに手を染めた。それと同じことでは。操られてなどいるものか。そうであったならどれほど良かったかとすら思うぞ。そもそもガレマール帝国とはアシエンが起こした国家なのだからな。何ですって。建国の父である初代ソルテーの正体こそアシエン。人の歴史に介入しやすくするために打ち立てた強き国が我がガレマール帝国だったのだ。どうだ、異形の者どもに踊らされてきたガレアン族を哀れと笑うか。闇雲に戦うのでもなく、踊らされるのでもなく、我は我が道を行く。世界の再統合まではアシエンに協力もしてみせよう。一つの完璧な生命となった真なる人による国家を作るが、そしてあるべき完全な姿となった全人類の力を融合し、闇の使徒も光の使徒も人に干渉せんとする異形を全て倒す。人が人として自らの性を決めるあるべき世界を人類にもたらすために。さあ今こそ我らガレマール帝国、いや未来の統一人類国家に加わるのだ。我らが子らに真なる自由を届けるために。正気の沙汰じゃない。冷戦が起きるたび一体どれほどの犠牲が出るというの。そうだ、我々は第七霊祭で多くの民と仲間を失ったのだ。あのような犠牲をもう二度と出してなるものか。悲劇を繰り返すなど断じてあってはなりません。犠牲だと。このままではアシエンの家畜のまま、たとえ100万1000万の命が失われようとも進み続けるのみよ。それだけじゃない。霊災が起こるたびに消滅する共存世界に生きる人々はどうなるの。人類全体の未来のためであれば我が身を含め全てがさまつな犠牲に過ぎん。そなたはそれでも統治者か。人は皆それぞれ違って当然じゃ。国とは不揃いで不完全な者たちがより集まって形作られているものに他ならん。確かに時には他者を妬み戦い奪い合うこともある。
しかしそれでも人は懲りることなく寄り添い強制を諦めぬもの。そんな当然のことをそなたは認めることができず、暴挙に出てまで人そのものを変えようとするとは。人を束ねる統治者として敗北していると思わぬか。エオルゼアの英雄よ、貴様はどうなのだ。英雄の言葉をもって我らの総意は固まった。少しは話ができるものかと期待させられたが、名士をはじめ暁の賢人も英雄すらも所詮は愚かな蛮族だったか。交渉は決裂だ。